レオです。イヤマン。カズヤです。ユーピーツンツー。ジュンピーツンツー。コーキーツンツーと申します。おすばし。イエーイ。はい、なんと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 ゲストがホストクラブに通う不当客の上司二人がマジで出演してくれます。よっよっよっ。今回のご紹介から、はい、一人ずつ。はい、NP ツンツンです。バイシャイ。バイシャイ。 SP ツンツンです。バイシャイ。バイシャイ。なに、ツンツン流行ってるの？流行ってない。ポキさんだってこれやってるじゃないですか。言いたいけど流行ってはないよ。流行ってはない。ってことで、おい、そう、クラブに通う人客の生態を聞いていきましょう。おい、ボス待ちにもやっときたね、これが。そうなんですよ。はい、でもね、本当に人気かも分かんないんでね。まあまあ、ね、聞いてみないと。これ、盛りなしで、本当に。まあ、最高だよ。じゃあ、最高で聞きましょう。まず最高額を聞いていきましょう。聞いていいですか。あ、そこ、でもここ友達なんですよ。だから、こう、嘘をつけないじゃん。マックス。マックスね。何や、合わせんだよ、今。ちょっと、本当にぐらいで。もろいいよ、本当に。月の最高。マジで月の最高。月間ね。500。おぉ、そんな子欲しいな。SP は SP。 え？ SP じゃない。え、マジで？それはちゃんとお互いに分かってる、理解してる。あ、じゃあお互いにちゃんと見てるっていうか、あの見てみよう。1000万円買うかガチっす。ちなみに俺らではないです、あのうちの店ではないですよ。本当は今後期待はできるっていう話で、今そのぐらいのレベルの女子がまあリングセカンドに来てるっていう話ですね。一番最初に行ったきっかけ、はい、でこうどうやったらこうで太客になるのかって、一番最初にこう足を踏み入れたきっかけだけいいっすか。友達と行きました。連れてこられた。誰か友達が連れてってくれてみたいな。ここじゃないでしょ。ここじゃない。あ、こっちじゃない。まあ一番多い多分友達と行ったケースで。私一人で行った。うーおい、なんで友達はちょっと分かるけど一人で行く気持ちなんだったの。え、なんかとりあえず行けば見に行こうかな。でもそれってさ、なんかほら何かを見てとかある。あ、そう、なんか SNS。 あ、ツイッターの。そうそう、大事だね。何年、それ何年前なの。3年前ぐらい。ってことは有機順位割と流行ってる頃じゃん。流行ってますね。同時ぐらい知らんかった。そうそうそう、有機順の全盛期ぐらいに始めた。だから、知らんじゃない。え、何年前、何年前。3年前ってことは有機順の全盛期。ブランデータより前ぐらい。遅いわ。怖い。で、その、ホストに帰ってる間にちょっと友達になったそういうツイッターでね。そう、ツイッターで友達って多いよね。めちゃくちゃ多いですね。ツイッター友達多い。そうなんですよ。遅ければじゃあツイッターで一緒に言うて、いや、出会いね。今日初めましてか。全然ですよね。今日初めまして。美味しい、あのすごい浅はかな関係なんですよ。だいたい甘い。だいたいお金貸して揉めてる。揉める。トイレ、片方がトイレ行ってる時に悪口言ってる。大体ろくでもないから。大体すごいよね、あれ。初回だと気まずいよね。気まずいっすね。俺らもさ、こう初対面初対面で、俺らも初対面、はい、盛り上がらないよね。じゃあもうベタクみたいな。あの、これだけ飲み出しよ。ベタクしようや。これしかないっす。でも俺めっちゃ使う。え、もう一人でいいから飲み出しようって。あ、それいいっす。めっちゃ使う。そっからどうやってお金使えるのか。どういう家庭で。そう、家庭でね。あ、一番最初行ってからね。そう、そっからよ。どうやって一人で行ったんだもんね。そう。あ、でも、その人にお金使ってない。え、最初は違ったね。そうそう、そっからちょっとずつホストハマってる。あ、そうそう、で、違うところも行ってみて、お金使いだし。あれか、誰かに育てられつつ、結局たどり着いた先がお金使う先やったみたいな。え、違う、なんか他のお客さんがめっちゃ使ってて、目立ちたいなみたいな。なんか担当好きっていうより、負けたくない。あー、なるほど。目立ちたくて、その思考。承認ね、こっちに。そう。いいよ、いいよ。すごい、センスあるよ。自己満。プライド高い子がお金使う。あ、まあまあまあ、すごいな。でも本当にホストクラブみたいな世間的にさ、こうブスな子が使うっていうイメージがあったし、昔は確かにブスだったんですよ。この近年可愛くなってるんですよね。確かにこれ分かるっすよね。可愛くなきゃいけないんだ。そうなのよ。ブス稼げないんだよ。ブスとデブは稼げないからね。出たよ、ブスとデブ。超出るけど、すまちすまちデブっすよ。この番組デブかブスしか出てない。デブとブスと汚ねえばわわわ。ホスバちゃん、ホスト YouTube でも底辺なんだから。そうなんです。ちゃんとこう、誰かにコビ売ってこうよ。コビ売る場所間違えたら終わりだ。おう、じゃあ自分でこう育ったというか、言い方はあれだけど、ね、使った方が楽しいから。
あ、まあ、楽しいもあるんでね。てか、お金使うやつはホストクラブ買わない方がいい。まあまあまあ、まあ、今のは考えないかもしれないから絶対使うよ。フルですから。何がカットされても今のは絶対使う。使ってほしい。ドゼロか。そういうことか。ドゼロ、ドゼロ。ツイッターであるんですけど、やっぱかぶりは意識したりとか。はい、ガンチュみたい。あー、そういうことか。ラッソンは行ったら絶対ラストがいいな。ラスト取りたいよね。やっぱりその日一番目立ちたい。一番目立ちたい日は。なんで今日もラスト取ってるの。そう。かぶり気にしないのでかいよね。気にする子に限って金使う方が多い。なんか痛いこと言ったことないの。ちゃんこでマイクでね。やばいって言われたやつない。パンと2目って言われたのが、お前以下とかをシャンパンちゃうからって言われた。あまあよくある。あのドンペリーが飲みません。そう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 、よくあるやつ。今まで入れた一番最高のボトルだよ。でも多分タワーがないんじゃない。マックスか。タワースリポってさ、こう友達呼ぶ。え、それお互いのタワーは行かないの。同じ先に呼んだ別の子。あ、そんな仲良くないんだね。そんな仲良くない。まあ、上目くらいで仲良くない。さっきもトイレの時に悪口言った。やったよ。あれじゃない、タワーマックスいくらだ。タワーが500の。すごい。え、俺ホスト10年やってるけど、タワーのマックス多分200とかだ。いや、わかる。一緒。それ以外はあの、クリスタル。クリスタルじゃなくて。先輩は、先輩はどっちも派。やばいね。どっちもめっちゃ面白く聞く。これ友達じゃん。お互い同じ人示したらどうする？どっちが勝つ？どっちも和也さんを示した。ここだとおかしいですもんね。そう、二人とも和也さんを示したとして、はいはいはい、マジで勝つって自信ある方だけ、あの手上げて、手上げて。確かに本物のホス狂いはってことだよね。本物、ガチで勝つ、勝つと思う。エース、エースは。せーの、どっちも悪い。どっちも悪い。すごい。これですよ、本物の。これがホス狂いだよ。これがエース。これが本物のエースだから。なんかシナリオ通りみたいになってる。台本あったんじゃん。パッてあげて。確かに。すごいわ。まあ、ハゼヤさん毎月1000万ね。500。うまいことやれば。はい。うまいことやれば。うまいことやれば。そういうこと、お前が一番だよみたいな。そっちやから。バレないように。お互いにエースと思わせるってやつやれば。お互いが自分勝つんでしょ。来月のさ、5日のボスオスの更新で分かるけど大丈夫。確かに。一番分かりやすいね、ここで対決した方が。確かに。僕は来月になれば分かるんですよね。そうそうそう。どっちが、本当にどっちが勝つ、強いかっていう。そうそうそう。めっちゃ来てる側、来てる側も分かりやすい。ツイッターで、2人はツイッターで出会ったらしい。ツイッターで出会ったって言ってたじゃないですか。だけど、他の友達ともツイッターで遊びたことある。そういうコミュニティみたいなのある。そう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 。たまに広場みたいなね。広場ある。広場、エース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 広場ある。なんか太いなって思う女ある。なら気があるから。あ、じゃあ同じでデビルってことね。そうだよね。なんか金使わないことかだとさ、なんかいらないっすよ。確かに貧乏は嫌だなみたいな。とはいらないみたいな。なんかこっちはいっぱい飲んでるのに、こっちはなんかなんぼで押されてるの嫌やし。だから女の子で一人で来るんだよ。ああ、そうや。そういうこと。帰るときも帰れる。しかもなんか、使う額が同じ子だよって、なんか俺のやったりもする。そう。ああ。これある。この間飲み合わせがそうでしたよ。金使わないもん、さっき帰りましたもん。そんなそんな。そう。俺もなんか、二人組で来て、ひねちゃんとひねちゃんじゃん、さひねちゃん帰った。だからやっぱ、あれっすよね。あるんよ。はい、ありますよ。それは悪口、悪口絶対ある。そういうコミュニティがあるんだね。そう、コミュニティがあるじゃん。コミュニティって一人なんすよ。絶対一人しか指名なんないよ、ね。例えばもう一人がちょっと若干気に入ってもらったとしても、ああ、あの子が指名してるからいいや、あー、ね、なんないから。わかるでしょ。なるほど。俺これでめちゃめちゃ損してるんですよ。じゃあ俺っちゃ、まあ、若干知られてるじゃないですか。そのコミュニティの中で一番貧乏なやつ聞いたら、もうその中での一番太いやつだと、ああ、絶対しないとしてもされないんで。へえ、めちゃくちゃ大事。そう、超大事これ。指名せへんもん。うんうん、友達が指名せん。でしょ。ちょっと気になっても一応気使ってしないでしょ。あ、そうそうそう。なんですよこれ。かっこいいなと思っても、なんか誰かが示してるの。ああ、やっぱいいや。これマジで一番弱いやつ引いちゃったりする。ミキより枝の方が強いって。めちゃめちゃあるっすよ。コミュニティは全員みんな結構意識して分かってるもん。ああ、誰の指名方共有してる。うん、そうだよ。ゆうきじゅう指名って言ってる。言ってる。言ってる。そうすると笑われてる。笑われる。笑われる。その時はお前の、その時は違う違う、その時はお前のフォロワー、ツイッターのフォロワー何人聞いていいか。でもフォロワーで回るとめっちゃダサいっすからね。カット。カット。カット。
じゅんくん、前から今日で、5回目おぉ3,030万100万はいあれ今はまあ今月まだ終わってないんで60万、まあ、下がったけど途中なんですけどあれ150万でもこの前30使ったやつあ、そっか。80、90だ。あ、ごめんなさい、訂正します。3,000円。紹介だから。3,000円。3,030万。30万。100万。90万。90万。すごい。205回で。ジュン君はやっぱ顔。いやだよ。違う。顔じゃないよね。顔じゃないよね。まあ違うよね。顔も。まあ違うじゃねえし。もじゃもじゃ。違うな。もうやっぱ SNS やん。ツイッターの中でマジ普通のスタンスか。もじゃもじゃ。マジでツイッターやる前から売れてるからね。なんなら。意外とモテんだよ。まあジュンさんを指名してるっていうのはよくわからないということで。はい。意外と違う。違う。違う。ダンスか。合ってる。ツイッターがない。合ってる。これが違う。イントネーションがね。はい。最後に一言ね。それ最後一言。一人ずつ。はい、一緒に ホスト来るやつは黙って金使え。強すぎる。強いな。強すぎる。ちゃんとして。ちゃんとして。これはちょっと強すぎる。ちゃんとして。もう一回うちの宣伝しといて。リング最高。おいしょ。これが声ですよ。これが日本のホースグリーンの声ですよ。ということでね、はい、今日もこんな感じでしまいましょう。チャンネル登録、いいね、お願いします。お待ちしてました。イエーイ。最高。ありがとう。